やばいでしょ。これはすごいね。辛いんだ。そんな辛いんだね。なんか辛い。最初は全然辛くない。そう、味ないなって。そう、味ない。油だなと思って噛むじゃないですか。あの無性です、うん、急にコーってくるから、でも私こっそりちょっと振ったからね。え、ほんと？うまいな。って振ったから油を落としてはいい。なるほどね。いやでもこれなんかこういう食べ方はどうなの？なるほど。そう、一緒に。そう、私なんか油のせいは白い方にしゃぶしゃぶしたのでこつけちゃった。おー、みさこだほー。でもそれは大丈夫でしょ。それは大丈夫。私ね、これはやってみたい。辛いんじゃない。そう、酸化を落とした結果。いった。なぁ。なぜ人はチャレンジをやめられないのか。全くだね。台湾やべ、めっちゃしゃぶ。これが私の助けが。アナザースカイ、ここだったか。ここだったか。結構綺麗な空かな。見上げればヒラメのような真っ赤なスープが。口の中も真っ赤いです。あ、ちょっと毛穴開いたわ。じゃあ下の中毛穴が開いてる。やばい。いや、これはね、今ネタ探したら絶対大丈夫だ。え、今ね、ここでネタ探したら。もしかして。はい、皆さん、お金をお待たせいたしました。本日はゲストに、ライフラボアーティストの浜笠美樹さんにお越しいただいております。どうも、美樹さん、よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。ライフラボアーティストの浜笠美樹です。今日は、巷で今人気のイガサウ、これに挑戦したいと思います。なんでもですね、イガメの辛いスープにつけると息ができないほどみんな辛く見せてしまうということなんですが、私はこの今ブクブクと巻き上がっているここのチーズに入れることで油の浸食を防ぐというチャレンジをやってみたいと思います。それでは終わります。大きいですね。今油がまだついてませんよ。いいですね。いいですね。ミキさん、だいぶいい感じですよ。本当ですか。今ちょうどこの巻き上がっているところなんで、ここを通れば油がすべて落とされて、で、ね、これはね、引き方が大事です。スッと引き上げますよ。せーの。見てください。うん、思ったより油がついてますね。あの目視ですが、結構ついてます。では、全然大丈夫。ではなかった。ダメじゃねえかよ、ライフラボーケット。まあ、人生はね、実験の連続なんですが。ああ、ほら。辛い。めちゃくちゃ辛い。すごいでしょ？でも、2人目には辛くない。そうだね、だいぶね、確かにまとってる量が違った。そう、違った。そう、でも酸素辛いね。一口でいくんだと思ったもん。ね、ね、この大きさやりよったんじゃない思った。じゃあ、あと何がいるかちょっと作り上げてみます。そうですね。助けて。いやー、全部作っちゃう。
もう地獄みたい地獄みたいな地獄だ地獄だわこの地獄絶対地獄一生この豆腐と血合いが一緒に煮込まれるっていうやばやばいこれは地獄だいや正面向けんでええねなんやジャボって落とさないでねジャボって落とした時のミサコのやけどを想像するともうはやばいね致命傷になる致命傷だわ本当にやばいあ、食べるんだ。あら、食べるんだ。いや、これね、私本当に好きなのよ。あ、本当？なんか、多分普段からね、クリレバー煮込んでるからだと思う。それは、それは普通じゃん。想像超えてきた。